はい、それではレゴシティアンダーカバーの続きやっていこうと思います。前回は確かビニーパパラルドさんから博物館に忍び込んでティラノサウルスのロボットを取ってこいと命令されましたね。そこで早速ブタちゃんに乗って駆けつけてみました。ほい、ありがとう。ライフが1個しかない乗り物だからね、ちょっと道中ぶつかったらどうしようかと思ってたけど大丈夫でした。あ、そういえばちょっと服装変えてみたんだけど、わかる？でーん、面構えからして違う。これは空手マスターいいね、やる気バッチリ。前回の空手家とちょっと違うだけなんだけどね。じゃあ早速やっていこう。エリー、博物館に入る方法がわからないんだ。普通に玄関から入ったら、ね、図面を見たけど入れそうなのは屋上だけねでも登る方法がないわ。休館日だったか。大丈夫、それなら考えがある。この辺りで屋上に登れる高い建物は画廊があるけど、どうするの？鶏さ、こいつをグライダー代わりにして博物館の屋上に飛び移るうわ、そんなの想像すらしたことなかったわ。気をつけてねチェイス。早速農作業員が使えるみたいだね。よしよし。しかしまさか博物館に入れないとは。しょうがない、豚ちゃんをもう一回借りていくよ。ご覧の通りあんまり速くはないんだけどね。まあショートカットとかを駆使してなんとかたどり着いたんですが、こっちでいいのかな。うん、この画廊は確かバッキーさんを捕まえたところだったかな。ほい、お、危ない危ない。よく考えたらこれマウンテンピックっていう種族なんだから壁とか登ってくれないかな。そうはいかないか。ゲイ、お、いっぱい水やりができるっぽいよ。早速農作業員に変装して左から順番に水あげていこう。お、上の方に伝っていけるブロックあるよ。お、フラワーポットだった。赤いポットにやるとツタが出てくるんだよね。このポコ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 っていう音がちょっと気持ちがいいよね。よしよし。レゴスタッドいっぱいもらえた。OK。ほい。ほい。いいよ。しかしこのゲームはエレベーターっていうものが屋内にないんだろうか。いつ、おっと、いつも外から登っていってる気がするな。ほい、よしよし。あまり奥の方に行ってしまうと落ちちゃうみたいだね。こっちか。ふう、オッケー。今度はなかなか離れないぞ。なんだこれ全然ブロックがないとこ伝ってったけど、まあいいか。ほい、お、これは乗り越えないよね。あ、なんだ、普通にパンチで壊せるんじゃん。ほい、ずさー。おお、カラーガン、カラーチェンジャーばっかり。へえ、よし、じゃあ緑のカラーガンを手に入れて、ほいちょうど丸に乗れない。オッケー、もう慣れたもんだね。ヒュー、あ、青いスタッドが出たのに取り忘れちゃった。よしよし。お、赤いポットが2個もあるぞ。どんどん水やっていこう。おお、なるほど、足場になってくれるんだね。こっちの方は何がある？スーパーブロックとかないかななんて思いながらくる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 回ってみるけど、ずいぶん広いな。おお、あ、ちょっと遠くなりすぎるな。戻ってルートに戻ろう。あ、こっち気になるな。なんだろう、あ、本当に何もないや。レゴスタッドは結構いっぱいあるからね、ブロックと違ってそんなに消費しないし、このまま行こう。じゃあここ登っていこうかな。ほいほいほい。おっと、おお、スタントじゃないけどスタントっぽいアクション、なかなかやる。
ほい。ほい。ほいっと。おお、スムース。おお、風力発電っぽいものがあるけど。風力発電じゃないよね。同じ方向を向いてないとおかしいからね。よしよし。ん？うん。あ、壊すのかな？よーし、空手家になって。いいよ。ほい。よしよし。明らかにうさんくさい形でパーツが真ん中に集まってるな。オッケー。さすが空手家マスター。パンチ力が違う。おお。気持ちいい。ヒュー、このブワーって飛んでるやつで鶏ですごい高いところまで行けばいいんじゃないの？ってわけにはいかない？ほい。ダッシュ。今度はこっちにダッシュ。いいよ。ほい。あれ？おお。あ、ちゃんと足場があった。ほい。足場があったっていうか、普通に全体にあるんじゃない？オッケーオッケー。壊して、組み立てる。画廊の方はなんでこんなに登れる場所があるんだ。博物館みたいに登れないところ作っとけばセキュリティも万全なのにな。ポールに登れそうだけど微妙に届かない。なんでだろう。悔しいな。おっとっと、危ない。よかった。どうにか空手パワーでなんとか踏ん張ったぞ。おなんとまっすぐ行くんじゃないのか。これはちょっと気をつけないとあらぬ方向に行ってしまいそうだな。よーし。うおー、まぶしい。よし、行くぞ。グライド、スーパーグライド。ふんふん。おー、やばい。ふんふん。頑張れ、ニワトリくん。なかなか景色がいいね。気分がいいぞ。博物館の屋上のさらにもっと上だね。なんていうのかな、あのとんがった場所、あそこまで行くのかな。なかなか道のりは遠いけど、おお、ちょっとずれてる。ギリギリか。おお、危ない。ほいドスン。いいよ。さてと、ここからとりあえず物を壊しながらあそこを目指そう。おう、いいよ。相変わらずセキュリティに甘いレゴシティだな。ほい。ここじゃないの。おう、あるよ。グラップルガン。おう、いいね。泥棒らしくなってきた。ほいほいほい。おお、高い。怖い。登る。ほい。よし。ふう、スーパーブロックがあるおかげで頑張ってこれました。よしよし。いいよ。上まで登って泥棒に変装して侵入。いかにも泥棒っぽい。最高。ほい。おお。何のためにここ登れるようになってるんだろう。おお、始まった。ミッション。巨大化石騒動。いやー、なんか。博物館、恐竜博物館とか子供の頃連れてってもらった覚え出があるんだけど、懐かしいな。中はね、なんていうのかな、太古の環境でね、なんだか、ギャー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 原生生物がわめいたりしてる環境音とかがあったりして楽しかったね。いい思い出になるんで、小さいお子さんとかがいる人は連れてってあげると喜ぶかも。ここで買ったバカ高い恐竜のペンのお釣りをもらうだけだ。ちゃんとチェイスさんも来たことがあるんだね。親近感が湧いてきたぞ。おお。おお、届くか。おお、届いた。2文字。ヒントが防御するもの。縦かい？いや、横だ。おお、いきなりクロスワードにヒントを与えたところ、ああチェイスさん弱いやんか。クソ、ベロベロベーだって。シュッシュッフッフ。あれ、あっという間にやっつけてしまった。
空手マスターになる必要もなかったな。今のは誤報だよなんてことできないかな。ここにレバーがあるな。なんだろうこれ。ほい。この車は世界最高速の記録を持っています。工場から出荷されて飛行機で運ばれる途中、後部ハッチが開いて落ちてしまい、終端速度が時速800キロに達しました。それ反則じゃないの？そんなこと言ったらねえ、人間だって800キロ以上で飛んだってことになるんじゃないのね。そんなこと言い始めたら地球なんてなんマッハいくつで飛んでるんだか。ああ、そんなこと言い始めるとキリがないな。よしよし、次に行こう。このレゴシティの皆さんのちょっと、なんていうのかな、とぼけたところがなかなか好きでいいよね。よしよし、早速、泥棒になって入ってみようかな。もうレバーが見えてるからね。よーし、バーン。お土産屋さんを、チェック。ふんふん。そういえば恐竜博物館で買ってもらった恐竜の模型未だにしまってあるな。うん、あだ名もつけたりしましたよ。まあ言わないけどね。うん、おっとっと、このレバーを持っていって、よーし。でも子供の頃って人形とかぬいぐるみとか人じゃないおもちゃに名前つけたくならない？ならないか。うん、なると思うけどな。よしよし、あれもしかして今の何かできるの？え、このこの車は世界終端速度が時速800キロに到達したこの車、これどうにかするの？ほいほいと。よしよし、いいよ、引っ張ってって。どうしようかな。うん、これでいける。おお、800km は伊達じゃない。おっと、おっと、目の前に引かれるところだった。危ない、博物館に。よしよし、いいよ、逮捕。逮捕って向こうが逮捕する側なんだけど、まあいいだろう。おっと、カルティマスター、さあ来い。華麗なカウンターを決めてやるぜ。おお、いいね、さすが空手マスター。ところで今の車はただ破壊して道を開けてくれたってこと？これなんだろう。これはこれまでブルーベル鉱山で採掘された中で最大のレゴの銀塊です。発見者であり犠牲者でもあるサイラス・フレッチャー氏の頭に落ちてきたこの銀塊は、彼の家族によって当博物館に寄付されました。不幸な事件だったね。まあある意味では歴史に貢献したってことになるのかな。ちょっと明らかにダイナマイトが置ける場所があるんだけど、これはもしかして、サイラスさんの偉業を無駄にしてしまうのか。よしよし、組み立てられそう。ほいほいっと。ああ、これはちょっと見覚えのある四角いボックス。ああ、ああ、出ちゃった、しょうがないな。というわけで鉱山作業員になって、よーし、忍びないけど爆発させていただきましょう。ほい、最後にちゃんと説明文見ようかな。これはこれまでブルーベル鉱山で採掘された中で最大のレゴの銀塊です。発見者であり犠牲者でもあるサイラス・フレッチャー氏の頭に落ちてきたこの銀塊は、彼の家族によって当博物館に寄付され。ありがとうサイラスさん。おお、そしてこの SL 機関車がどこかに行ってしまう。こういうのって動かないようにされてるもんなんじゃないの？いいけど。おう、トロッコ的なものができた。よしよし、これは何？この蒸気機関車はレゴシティで最初の鉄道駅が営業を始めた日に披露されたものです。実際に走ったのはその2年後に次の駅が完成してからのことでした。なるほどね、一つの駅と列車だけ作っちゃって行く場所なかったんだ。おまぬけさんですな。レゴシティの人たちは相変わらず憎めないな。
こういう博物館とか水族館、美術館とかに来るとこうやってボタンを押すと説明が聞けるところあるけど、むやみにボタン連打したりしてご両親に怒られたりしません？するよね。うん、みんなするはず。あと途中で飽きて次の展示物まで走りたくなる。うん、じゃあこれなんだろう。あ、別に何でもない。押してみよう。ほい。お、まさかの乗っていくわけではなくパーツが出てくる。お、さらに強力になっていくな。何これ。おお、はしごみたいになってるのかな。持っていこう。ふう。お、おお。これはスイッチ？いや、ハンドルだな。ほい。オッケー。ハンドルを回して、これを伸ばそう。よしよし。はしごじゃなくて階段だった。うん。ほい、ほい、ほいっと。レゴシティを走っていたこの路面電車は、トリッキー・ジミーという希代の詐欺師によって実に12人もの被害者に売りつけられた歴史的な電車です。被害者の誰もが領収書に、ただし送料は別と書かれているのに気づかなかったといいます。あ、そう路面電車って、どうなの、そんなに送料かかるものなの。そこら辺はちょっとわからないな。っていうか12人もの人が路面電車を買おうと思ったのがすごいな。普通そういうのって市とかで買うんじゃないの。レゴシティとかさ、個人で買うもんではないよね。まさか路面っていうか、あの線路まで一緒についてくると思ってたのかな。この100年以上前からある油性櫓はオイルデリックと呼ばれるもので、考案者のジョン・オイル氏が名前の由来です。なんかまともそうな説明だったけど、一体どういう機械なのこれ。この100年以上前からある油性櫓はオイルデリックと呼ばれるもので、考案者のジョン・オイル氏が名前の由来です。オイルデリックのデリックっていうのはよくわからないから何とも言えないな。よしよし。さあ、知識がないところを披露した上で水やりぐらいはできるよ。お、お、おお、ただのフラワーポットだった。よし、じゃあカラーガンを入手して赤いところを打ち込めばいいんだな。赤じゃないけど打っちゃう。ほい。おお路面電車が動いていったぞ。どれどれ。お、ちょっと待って、もう一個あるな。あ、壊れたぞ。大丈夫か。大丈夫じゃないよね。あ、戻ってくるんだ。へえ、下？とりあえずセット。何これ。おお。ゲット何これ。ちょっと落としていい。あ、落とすんじゃなくて、くそ、小さすぎてちょっと見えないぞ。と思ったら下っすか。あ、ここ、あ、鍵だ。懐かしいな。博物館とかに行くとメダルをこうプレスでバチーンって行った日付とか記念メダルみたいのあるよね。あれもなんでか買ってもらった覚えがあるな。よくよく考えたら、まあ記念だからいっか。なんとなく欲しくなっちゃうんだよね、ああいうのね。ちゃんとあのイニシャルとかも彫ってくれるっていうか、プレスしてくれるからさ、ついつい。いや、子供ってなかなか純粋で酷なもんだよね。そう子供に頼まれたらなかなか断れないような。そんなに500円ぐらいだったかな、ああいうのって。そんなこと言ってる間にスーパーブロックを手に入れたのはいいんだけど、次はどうするんだろう。あ、ここは泥棒ちゃんは何もできない。どうしよう。とりあえず構えて狙いそうなところチェック。お、あ、あれ下の方だぞ。あの電気のところ何もでき、あ、そうそう、これさっき落としちゃったからすっかり忘れてたな。これを持って行って
おう、ジョン・オイルさん、ほい、いいよ、ぽい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 っと。おお、おお、なかなか頑張ってるけど、このオイルっぽいとこ行かなきゃなんないのか、しょうがない、ほい、油まみれ。いろんな仕掛けがあるな、これ何。お、ここは水族館か、水族館というか水生生物の博物館。うんうん、あんまり可愛くはない魚っぽいけど、なになに、お、お、おお、潜水艇が動かせる。おお、スーパーブロックのとこに行きたくなる。あれ、どうやって、どうやって、おお、お、捕まえた、あ、自動的に捕まえてくれるんだ。うんうん、クレーンゲームみたいだな。おお、いかにもここっぽい。お、お、おう、ここじゃないの、クレーンの操作をやめていいのかな、いや違う、よし我慢したけど、あれ、ん、うん、おお、回りくどいな、最初からそのクレーンでスーパーブロックくれればよかったのに。うん、お、オッケー、しかも1000ポイントがあんまり多くなかったな。おお、謎補選、これは飛び込めるの、ほい、おい、よしよし、ほい、いいよ、こちら側何かあるかな、おお、気になる、 T-Rex のポスターが貼ってあるけど何もできない。うん、うん、せっかく向こう岸に行ったのに何にもないな、ほい、ほい、これは、この海賊船は海底から引き上げられた843個の破片から大変な苦労の末に復元されたものです。かなりの数の破片が余ったため、実際の海賊船はこのような姿ではなかったと考えられています。面白い、なんでそんなに大真面目にこんな姿ではなかったと考えられますとか言って。ティラノサウルスはちゃんと復元しなさいよ。よしよし、あれ、なんか中で何かしてる人がいるぞ、ちょっと説明を聞いてみよう。パトリック・パルマー教授はアポロ島の発見者です。教授が科学者になったのは8歳の時でしたが、彼の説は長い間受け入れられませんでした。ボサボサの髪と恐ろしげな笑い声が邪悪なマッドサイエンティストにしか見えなかったからです。ものすごく悲しい理由なんですね。うん、まあ、うん、そっか、偏見に満ち満ちてるな、さすがリゴシティ。あのスーパービルドを作れるブロックが揃ったぞ。これは何だろう、さ、これはロボットなんだね。これは月の石を採取する様子を再現したジオラマです。月の石は地球の石と同じ強度で6分の1の重さしかないため、うん、新しい建築材料として期待されました。誰かが月面の重力について指摘するまでは。うん、月面はね、地球の6分の1しか重力がないから、普通の測りで測っちゃうと軽くなっちゃうのかな。まあ月面に行った覚えがないけど、お、ちょっと待って、これじゃない。本当に月面に行って、なんていうのかな、あの体重計置いて乗ってみたら本当に6分の1になるのかな。実際にそういう実験見た覚えがない気がするんだけど、どうなんでしょうね。やってみないとわからないっていうのはあるんだけどな。それとも昔の人はやったことあるのかな。あ、これだ、まずスーパービルドを作って、何やに、イエローデビル、へえ、名前はかなり怖いっぽいけど、うん、おお、いわゆる服欲機ってやつ、うん、お、まさかプロペラの風で、うん、お、私の知ってるプロペラってこう後ろの方に風を流すから飛行機が前に行けるんじゃないの、うん、違うのか、うん、私もレゴシティ並みのレゴシティ住民になれるぐらいの脳みそだったか、
いいけど、ほい、登りよう。そして登ってどうする？登っていけるところに行く。よしよし、どんどん水やっていこう。こんなところにあるんじゃねえ。誰も水やりしてくれないよね。おっ、ちょてっきりなんか狭い通路に行けるかと思ったらそうでもなかった。危うい危うい、先入観に殺されるシティ、それがレゴシティ。ほいほいっと、よし、ほいイエス、ほいいいよ、長いな、オッケー。ふう、ちょっと先に行ってみて。おお、絶対ここ開けられるでしょ。なぜか開けられない。ここは、ふんふん、ちょっと早く来すぎちゃったか。ほい、おーっと、まずは足跡スキャン。ほい、人類にとっては大きな一歩。何が出た、なんだこれ、よくわからないもの手に入れたけど。ほい、おお、な月の石か、なるほどね。月の石をトロッコに入れて重りになったと。ほい、おお、いいね。やはり月面に来たら宇宙飛行士にならないと。ふう、おお、マッドサイエンティストの人に会えるぞ。もしもし、返事がない、ただの人形のようだ。 A でファンの作動装置の針が回り、もう一度押すと止まります。お、え、あ、オッケー、一回一回止まるのね。よしよし、最初から緑のところに合わせればいいんだな。ほい、おお、回った回った。とりあえずレバーも下ろしておこうかな。ふんふん、カラーチェンジャー、おー、あ、ちゃんと蓋が開いてる。ふんふん、なになに、今度は赤色だな。赤色どうするの？あ、ここか。オッケー。ほい。よーし。いよいよ T-Rex とご対面かな。お、何やってんの？骨の化石で何かを撃ってるけど。いやー、楽しそうなことやってるけど、多分めちゃめちゃ怒られると思うけど。お、さらに見つかるだと？この。まあさっきまでいろんなもの爆破しといてなんだけど、歴史資料は大切にしなさい。コロ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 ポーンと、よーし、ノックアウト。これはティラノサウルスじゃない。これはなんだろう。テロダクティルともプテロダクティルスとも呼ばれます。獲物が叫ぶ名前を迷っている隙に襲いかかりました。ここは立ち入り禁止だ。え、泥棒しに来ましたんですけど、あれ、今ちょっと通信機で人呼ばれた。そして堂々と展示物の中に入ります。展示物には触れないでくださいって書かれてるはずだけど、わーわー、まあいっか。こんなテラノだったかクロノだったかわかんない、よくわかんないやつらは全部ぶち壊す。もう一回見ておこう。この翼竜はテロダクティルとも、ここはハイレロダクティルとも。名前を教えてくれることすらできない。獲物が叫ぶ名前を迷っている隙に襲いかかりました。はいはい。恐竜の名前ってなんていうのかな、ちょっと覚えづらいよね。トリケラトプスぐらいだったら特徴的で分かりやすいけど、アロサウルスだがティラノサウルスだがプテラノドンぐらい分かるかな。おこれどうするの。ティラノサウルスじゃない。ほい、こちょ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 って、おお、あー、耐えられなかったガラスを壊したぞ。ほい、おお、フランケンシュタイナー、あっという間だな。よしよし、じゃあ壊してくれた俺にちゃんと説明見ておこうかな。この恐竜は背中の一列に並んだ刃物のような骨が特徴です。
一部の科学者はさらに大きい恐竜がこの刃を使ってパンを切っていたのではないかと考えています。一部の科学者で本当に良かった。レゴシティだったら大体の科学者がそう考えていたとか言い出しかねないからな。オッケー。よくよく考えたらこんな背びれみたいなところに硬質化した骨が必要だったのかな。角とかならまあギリギリわかるけど、背中に硬い骨があるってどういう利点があるんだろう。いやー、恐竜ロマンがあるわ。誰かなんか某映画みたいに現代に蘇らせてくれないかな。遺伝子的にちょっと無理なんだっけ。ジュラ紀の古い箱か。お、ジュラ紀、おお貴重そうなものですね。おっと、これじゃないや、こっちか。説明を見よう。ほい。この恐竜はおとなしい草食恐竜でありながら、肉食のティラノサウルスよりも危険な存在でした。体が大きすぎるため他の恐竜を知らずに踏みつぶしてしまうのです。怖いね。昔はどうだったんだろう、肉食恐竜が草食恐竜をうんぬんかんぬんって言ってたけど、本当に肉食草食って分かるのかな。あの歯の並びとかで分かるんかね。これはいかにもお肉を食いちぎりそうだぞとかさ。俺ならティラノサウルスはど真ん中に置いてガオーとやらせるぞ。確かにメイン展示物はね、よく見えるとこにやんないともったいない。ほい。あいつが起き上がる前に投げちゃえ。ほい。これ効かないんだよね、しょうがない。ほ、空手マスターになってででドーン。おお、やるわ。お、なにこれ、パンチパンチ。なに、パンチするとちょっと動いて持ち直すけど。あそこにめっちゃ光ってるメダルがあるな。新しい変装が取れそうだけど、次はどこに行けばいいんだ。これは何だろう、なんかくたびれてるな。この恐竜は頭が硬い板状のもので覆われています。他の恐竜に捕食されないためか、この恐竜が頑固者だったためにこのような石頭になったのでしょう。頭食べるか。おそらく私だったら硬い骨の部分は食べないな。なるほどね。骨がこうやって全部残ってるってことはどういうことなんでしょう。化石がね、残る理屈が今一つ分かってないので何とも言えないんだけどさ。これで必要なブロックが揃ったぞ。ほう、え、もしかしてこの博物館ティラノサウルス置いてなかったんじゃね。まさかだけど、あのスーパービルドを作れるブロックが揃ったぞ。ああ、なんてこった。メインの展示物がないのに堂々とやってたのかよ。ティラノサウルス祭りみたいな感じで、ひどい博物館だ。この珍しい当店は高速で回転するようになっています。当店を作っていた部族に特有のダンスを再現した動きですが、実際のダンスで回転した後に気持ちが悪くなって倒れる様子までは再現できなかったようです。なんで気持ちが悪くなるまで回った。スーパーブロックがたくさん見つかったな。これで何かが作れるんじゃないか。チェイスさんにせかされるな。でももうちょっと聞いていこうよ。近日公開、科学者の予想する未来の人類の姿を描いた興味深いジオラマをお楽しみに。馬に乗った猿の模型が届き次第完成する予定です。完成しなくていいんじゃないかな。よしよし、馬に乗ったフランク君みたいな人だったら届けられるけど。よしよし、これは気になるぞ。あ、ここはすでに説明すらまだ書かれてない。というか展示物が入ってないのに説明がある、この隣の部屋がまずおかしいんだけど。ティラノサウルス作りに使えるぞ。ラッキーだったな。ラッキーか。ブロック、手持ちのブロック使ってティラノサウルス作らせられてるんだぜ。だんだん
チェイスさんも、なんだと、このテレポーター壊れてる、ダメじゃん。あそこにブロック置けそうだな。あ、拾えない。よしよし、じゃあ逆側も行ってみるか。まだまだ工事中なんだな。あ、それでまだ博物館自体やってなかったのかな。ティラノサウルスが届くという予定はないようだけど。近日公開、干し草の様々な利用方法をジオラマで紹介します。お、ジオラマでそんなものを紹介する。干し草ね。それ多分、まあいいか。あんまりね、ひどいこと言っちゃうとこの博物館の意味がなくなっちゃうからね。よしよし、あれ、なぜか壊れない。よしよし、これは何だろう、気になるぞ。ここは気になるから説明欲しいんだけど、説明がない。なんて手抜きなんだ。あそこにスタッドがあるってことは入れるそうな、入れそうな感じなんだけど入れない。無念だな。ダメか。よし、じゃあ仕方がないから大量のブロックを使ってティラノサウルスを作ろう。たく、なんでチェイスさんが手持ちのブロックを使わなきゃあかんのか。あ、待って、ここ説明ないのかよ。しょうがない。ほい、ティラノサウルス作るよ。でん、おお、立派立派。これでようやく博物館らしくなったな。ティラノサウルスは地球上に現れた捕食者の中でも最大級です。しかしそれでもデーブおじさんには勝てません。彼が食事を平らげる速さといったら、デーブおじさん関係ないやろ。なんで今デーブおじさん言ったの。恐竜の話をもうちょっと詳しく聞かせてほしかったな。でもしょうがない、デーブおじさんの代わりにこれを持って帰ろう。よし、空手マスターになって乗っていこう。ほい、あれ、よし、いいね。おお、思ったよりも派手な脱出。よし、全然目立ってない。目立ってないね。オッケー、巨大化石騒動クリア。ほとんど説明読みながら博物館見学しただけだったな。しかもあまりためにならなかった。ここはいろんなものが置いてあったんだね。歴史資料館みたいな感じかな、どっちかっていうと。まあさすがにティラノサウルスがあるよって言っといて、そのメインであるものが置いてなかったっていうのは意外だったけどさ。特に何も言うことがねえ。なんて言おうかな。銀塊を命を落として掘り出した人かわいそうだったなっていう感想ぐらいか。あ、そういえばペンのお釣りもらうの忘れてるぜ、チェイスさん。まあこれがお釣り代わりになるかな。おお、すげえ。え、これ自動操縦、自分で運んでいくんじゃないのか。おお、なんだあれ、鼻息みたいの出してるぞ。レゴシティ住民が大慌てだけど。博物館からティラノサウルスを持ち出したぞ。相手のところまで届けようか。彼は俺以外とは合わないんだ。魔性を送るからそこに置いといて。A で吠える。チェイス、例の客のことなんだが、悪い知らせは。何、聞かせてくれ。彼はせっかちなんだ。欲しいものは全部考えるより前に手に入れたが、やり方が変わってきた。前は物を手に入れれば金がもらえたが、今は違う。何かもっと大きな計画が動いてる気がするんだ。よく聞くんだ。いいか、ティラノサウルスを指定の場所に置く。チェイス、時間ある？今は。ティラノサウルスは体力ないけど無敵なのかな。レックスの手下の男に仕事を頼まれた。レックスを見つければ君の父さんも見つかる。やっぱり父さんはレックスに連れて行かれた。
レックスは事件の中心人物で、君の父さんの件にも関わってる。ただ君の証言とは関係ないと思う。もしそうなら君を狙うはずだろ。俺ならそうだ。なるほど。俺が悪者だったらの話さ。実際は違うよ。じゃあレックスと父さんはどういう関係が？わからない。でも何か分かったら連絡するよ。ありがとう。なかなか興味深いね。言われてみればレックスがナタリアのお父さんを誘拐する理由はないよな。まああるとしたらナタリアの証言を取り下げることぐらいだけど、うん、おどこに運んだか、こんなの一目瞭然じゃないの。いいの。おお、みんな何も見なかったことにしてくれるのかな、うん、おそんなに鼻息荒くしなくてもいいんじゃないの。ティラノサウルスは置いてきたぞ。素晴らしい。あと一つ仕事を終わらせたら金をもらって例の客ともおさらばできる。嫌なやつ。そいつと会うつもりか。俺なら勘弁だけど。ああ、世の中には俺たちと違う種類の人間がいるのさ。品のないやつらがな。最後の仕事も手伝おうか。どうかな。彼のお望みは消防署が持ってるボートらしい。操縦できる人間はいるんだが。何か問題が？ボートのキーが消防署長の金庫の中なんだ。金庫に近づけるのは消防士だけだ。誰かが潜入して仕事をやらなきゃいけない。どうだ、やれそうか？もちろん。もちろん。もちろん。あ、いや。もちろん俺は潜入なんてやったことはないが、やればできるそうだね。潜入は得意だぜなんて潜入中に言ったらちょっとおまぬけですよね。よし、フェスティバル広場の消防署に行こうと。なるほど。オッケー。よし、じゃあ今回のミッションはバッチリクリアできたかな。博物館探索もできたしね。オッケー。よし、空手マスターになって堂々としながら。ジェイス、お大ニュースだ。ハニー、おっとフランクか、どうした？この僕が昇進したんだ。なんだって？待てよ、誰がそれを？ハックルベリー保安官だよ。樹木関係の犯罪の捜査主任に任命してくれた。まったく、木を大量に盗むやつなんているのか。日本には意外といるんですけどね。それでそっちは？ああ、相変わらず警察らしい仕事だよ。ビニーのために消防士に変装して潜入捜査だよ。潜入捜査中なのに変装して、さらに変装してるんだ、うん、すごいな。だいたいそんな感じ。ビニーのために消防署の船を盗むんだ。え？ボートをビニーに渡したら、ビニーはレックスに会いに行く。それを尾行するんだ。そうか、チェイス。でも僕の管轄の木は盗まないでね。もちろんだ、フランク。またな。バイバイ。じゃあね。オッケー。どうやらフランク君はちゃんと、なんていうのかな、事件を任されてるんだね。結構、最近じゃね、山で木を切ったり、木を腐らせたりするような犯罪がたまにあるらしいんだけど、どうだろう。この動画を見てる人で山を持ってる人がいるのかわからないけど、お気をつけください。よし、ほい。じゃあ今回はこれで終わりにしておこうかな。ではまた次回よろしくお願いします。